ミラノ地下鉄 M3000 レププリカはミラノ地下鉄 M3000 の駅の一つ。1990年に完成した。駅は同盟の広場の地下にある。島式ホームとなっている。ミラノ近郊鉄道の通過線 S1、S2、S5、s 6線の同盟の駅との接続駅である。レププリカ MM 駅はファシスト時代の同盟の広場にトゥラーティ通りとの 交差点に古いミラノ中央駅が使っていた土地の一部に作られた。新しい中央駅近く、交通の便がいい箇所であり、ミラノの中心と中央駅の間で、ミラノボビーザで空港行きマルペンサエクスプレスに接続する通過線への乗り換え場所となっている。駅は多くの高級ホテル、事務所、有名企業の登記場所、歴史家、ピシーナコッツィ。 常設美術展、パラッツ・オドゥニャーに、ロンバルディア州のいくつかの機関の事務所がある地区にある。ミラノ高層ビルのふもとにあり、ピレリビルから少し離れた場所にある。将来的には、ベネツィアモンとガリバルディモンに挟まれた都市地区に作られる、モードと精度の新曲の街と呼ばれる地区に組み込まれるで、あろう。ありがとうございます。